ほとんどの中身から思うな。ほうほうほう。ちょっと一つ滑らない話を、はい、はい、滑らない話をしてください。滑らない話ないがないないの今まで生きてきて。あんまりないような気がする。あれだ、そのー1日に同じ店に2回行ったことか。飯食いに、ね、飯屋。ああ、そう、あのあれだ、自分あの離婚つうか、あ、別居してる父親と飯食いに行くぞって言ってイタリア料理屋に行き、うん、夜ご飯にご飯食べに行くよって言われてまた同じ店に来てる、うん、ああ、何その後半は母親と行ったってこと。なんかでもそれ結構いいね。なんか2人は同じ店好きみたいな話じゃない。多分どうなんだろう。へえ、こんなことあるんや。ちょっと内心ガクガクじゃないか。もしかしたら店員さんいいんじゃないのか。いい話だよそれ普通に。へえ、そんなのあるんや。どっちだっすか。まあ、滑らない話じゃないので、あれかも、変えてるときはっきり喋った方がいいかも、はい、ああ、そうっすね。うん、多分もともとその声があんまり張らないというか、うん、そうそうだね、よくノイズ除去される方の声だから。ああ、そうだ、言葉尻が消えてるな、はい、多分。ああ、言葉尻が多分その下がるから多分消えるんかも。なるほどね、そういうことか。まあ分かりゃいいでしょう。はい、やりますか、なら。はい、コフォリアを開いていただいて。ああ、開きました。キャラ紹介からいきましょう。キャラ紹介か、あれ全然考えなくていいって言ったんですが、まあ、もともと開けながらまた追加してたとこもあるから、はい、なんですけど、名前がその小川ミクっていう、はい、名前で、いやいや、もうクソヤンキーなんだけど、見た目全然男なんだけど、うん、そう、まあ見た通りヤンキーかつ元暴走族ですっていう、あ、家が結構厳しくて、はいはい、教養こそあるものの、まあグレて、はい、で、その何せ名前がその読みだけだと女と間違われるから、いつも自分から、ね、まあ、名乗る時とか絶対下の名前は言いたがらないっていう、で、まあ意外となんか見た目はがっつり悪っぽいんだけど、酒もタバコもやらないけど代わりにスイーツは食べるっていう。なんかこれチュッパチャップスなの、食ってるやつ。そう。なるほどね。タバコっぽいんだけど違うっていう。そう、まあ、あとはその技能とか結構なんだろう、戦闘技能とか振ったから、はいはい、まあ、喧嘩慣れてますよっていう。あと一応バイクも運転できますよって感じですね。なるほどね。はい。あ、いいですね。って感じですか。はい。そうですね。あんまりないかも。やってくうちだもんな、本当に。このシナリオはですね、キャラの詳細設定ゼロでいいシナリオです。その理由がわかります。では、やっていきましょう。はい、私の初めて作ったやつ、はい、
を買いまして、はい、夏に殺されてというクトゥルフ神話と RPG を回していきたいと思います。あ、はい、なんか大山さんが前やったって言ってたけど、あ、みんなやってますね、みんなやってます。なんか毎回やるたんで変わってねみたいなこと言ってたそうよ、毎回変わってるよ。多分あいつらも知らない風になってるよね。もう完全に違うシナリオになってます。ああ、そうなんだ。いや、なんかそのなんだろうな、雰囲気っていうか基礎みたいなのは変わんないんですけど、あ、やっぱどうしてもそのこれ作った時って一番最初、本当に俺も1回しかやったことない時に作ったんだよね。あ、プレイヤーとして1回しかやったことないし、ルールブックも持っていないのに作ったシナリオだったの。はい、から今はね、何回かやって、あ、まあ、毎回変えようとは思ってたんだけど、一回作っちゃうともうめんどくせえなと思って変えなかったんだけど、はい、まあ、せっかく新しい人にやってもらおうということで変えました、はい。まあ本当に新作みたいなもんなんで、はい、これ分かんない、はい、うまくいくかどうかも、はい、まあなのでお手柔らかにということで、はい、やっていきます。はい、プロローグ。天にかかる星の海、熱を帯びたアスファルト、生い茂る緑の王国、打ち上げられた光の色、夏を想起させる言葉、一生に百の夏を経験し百の夏を忘れていく、瞬く間に終わるその日をあなたは覚えているだろうか、ソーダ水のように弾けてなくなるのだろうか、もう二度と訪れることのない一日、手を伸ばして届かない、これはそんな忘れ去られた夏の物語。乾いたそよ風がうねるように吹く、自分が一番だと言わんばかりに植物たちが高く高くその実を伸ばす、一年で最も熱を帯びた光が新緑の世界へと差し込める、心地の良い風が頬を撫でる、あなたは緑に囲まれたその場所で目を覚ます。どうやらあなたはふかふかの草のベッドの上で寝てしまっていたらしい。頭上には幅5メートルはあるであろう巨大の巨木の葉が影を作っていた。寝てたのか。いや、昨日散歩し、夜散歩して、あなたがその体を起こそうとすれば、全身が妙に気だるいことに気がつく。痛みや具合の悪さはありません。夏の暑に当てられたのように体が重い。そしてあなたはもう一つの違和感に気がつく。はい、思考がぼんやりとしている。眠気のせいでない、眠気のせいではない。脳が活動していないかのように思考が働かない。いや、正確に言うならば、記憶がありません。ああ、はいはい。自分の持っている思い出としての記憶がまるでないって感じですね。例えばその、ペンを使う使い方とか、歩き方とか。ああ、そういった、そうね、記憶はあるんですけど、自分が何者である。はい、自分が何をしていた、自分はどんな存在か、はいはい、そういったようなエピソード記憶というものが一つもない。あなたはその突然の覚醒、失われた記憶、その状況に心にさざ波が立つかもしれない。3チェックです、はい、なるほどね。成功は0です。今成功したけど、待ってよ、結構ね、いや、そもそも、あれか、全然まずい。あれか、記憶喪失ってやつか、今。マジ何も
もう思い出せないけど。あなたはどうしますか、今この状態何をしたいですか。とりあえずあのあれだ、持ち物とか。はい、では自分の持ち物を確認するですが、まあ何でしょうね、はい、あの服とかは全然そのままでいいです。あのアクセサリー類もまあそのままで全然いいです。しかし他には何も持ってません、まあ、よくあるスマホだったりとか財布だったりとかそういったものは一切持ってません。はあ、チュッパチャップスありますか。チュッパチャップスな、こう振ってみようか。よし、こう振ってみようか。持ってないですね。なくして口にあるやつしかない。しかも、あ、なんだ、こう、アプローチのこの電源切れてるから、時間も上がんねえし、こういう時ってどうすりゃいいんだ、交番、でも、そもそもここどっかあかんねえし、交番もどこだかあかんねえし、とりあえず、外出るか、一旦。あなたはね、新宿の床なんでしょう、草の上で寝てるんで、もう外なんですが、あ、そうだった。あたりを見ます場合は目星の判定をしてください。ああ、はい。おお、大丈夫。悪いですね。ではですね、まあ、周辺は新緑の木々がひしめき合っている。虫のざわめき以外は聞こえることはないです。はあ。まあ特になんもなんか危険そうな感じじゃ多分ないんだろうから。ないですね、全然そんな感じはない。はい、出る、うん、こうなんだろう、人道、普通に人が歩いてその道に出るかな、うん、はい。じゃあ体を起こして、まあどっかに行くようという風な感じですかね、はい、まあ、すごい危険な状況は全くなく、むしろなんでしょう、穏やかですごくいい場所だなという風にさえ思うかもしれない、はい。あなたはね、今の状況に困惑している、まあ、そんな風に辺りをチラチラと見回しているとどこからかガサガサと草をかき分ける音が聞こえた。無意識にその方向に目を見やれば一人の人物が立っていた。背景の緑とは合わない真っ赤な服、頬に汗が落ちているというのに随分と厚着をしている若い男が立っていた。彼の薄茶色の僧帽は大きく見開かれ、まるで腫れ物を見るようにあなたを見つめていた。彼は手に持っていたバケツを思わず落とし、水が靴を濡らした。しかしそれを気にしようともしない。待って、小川ミクだよな。あって何ガンつけてんだこら。あ大丈夫、言わないもの。変わんねえな、やっぱり。っていうか小川だよな、ミクだよな。小川って誰だよ、俺のことか。何言ってんだよ、お前の名前だろ。知らねえよ、マジで思い出せねえんだから。あ、でも、もしかして、記憶はないのか。はい、多分、まあ、お前が誰だか俺はわかんねえ。俺自分の名前わかんねえし、けどなんだ、ダチだったってことか。そうだな、記憶はねえのか。あ、なら改めて、俺の名前は夏場嵐、夏の場所、嵐と書いて夏場嵐。お前の親友だったんだぜ一応。はあ、まあもし、まああれだ、まだお前のこと信用するんじゃねえけど、わかんねえし。けどまあ、もしそうなら、まあ、なんだ、絡みってちょっと悪かった。じゃあ、いいって。で、お前の名前は小川ミク。小さい川の、まあ、ミクっていうのはなんか嫌いだったみたいだけど、俺はいい名前だと思ってたぜ。ああ、ミク。俺男なんでな。女みたいな話やから。いいじゃね、小川ミクってのが俺の名前なんだ。あ、そう。
どうだ、なんか懐かしい感じとかしない？逆に名前、わかんねえや今のは。そっか、まあいいさ、まあいいさ。それで、なんだ、バケツ落としてるけど。お、あ、やべえやべえ、あ、ごめんごめん、せっかくちょっとか組んできたのに。いや大丈夫大丈夫、また組めばいいから。なんかあんのか、水汲んで花火とか。いや、まあ実は言うと、寝てるお前にぶっかけてやろうかなとか思って。ああ、マジかよ、そんなことすんのか。俺、まあ、まあ親友だからできる遊びって、まあ、そうだな、そんな感じよ。ああ、そういう風に絡んでたってことか。そっか、覚えてねえんだな。じゃあこの場所も覚えてないか。覚えてねえな、さっぱり。そっか、ここはな、俺たちの思い出の場所、始まりの地でもあるし終わりの地でもあるって感じかな。始まりの地、終わりの地、なんかこうあれだな、なんちゃらの伝説とかで聞くようないや、お前起きてそのツッコミかよ。まあいいや、ツッコんでくれなかったらちょっと悲しかったから、まあちょっとなんかかっこいいことを言いたかっただけだからさ。でも始まりの地っていうのはまあいいや、多分まあ最初に遊んだ場所とかって意味なんだろうが、終わりの地ってのはなんだ。いや、まあだからかっこいいことちょっと言いたかっただけだよ。ああ、オーケー、悪かった。間に合った。もうすげえ、すげえ、この俺のボケを、お前はだいぶ深掘りしてくるな。そんなやつだったから。いや、わ、こう、今のこの状況じゃな、まあ、結構ねえし。ノリが浮かぶんだよな。なんか、お前のことも覚えてねえから、名前をちょっと待ってるよ。そうだよな。体は大丈夫か？ああ、別になんともね、なんか、そっか、すごいけど、雨もねえし。よかったよかった。いや、実は、まあ、いろいろわかんねえだろうから説明するけど、実はお前、数日前にな、失踪したって聞いて。は？なんか、そう、俺にも連絡なしでどっかいなくなっちまったからさ、俺もう慌てて、探したんだよ、いろんな場所。で、ついさっき、まあ、はっと思い出して、この場所にもしかしたらいるかもしれねえって来たら、いや、まさかお前があんな穏やかな表情で寝てるとは思わなかったからよ。だからちょっと、なんだこいつと思って水ぶっかけようかなって思ったんだけど。はあ、でも、俺が失踪か。失踪？いや、今の前に聞いてもだが、なんで失踪したんだろうな。わかんねえ。そうだよな。もしかも記憶がないって、なんだ、なんか始まんのかこれから。な、今全部嘘とかやめろよ。いや、マジでドッキリとかじゃなくて本気でわかんねえっつうか、俺もさっき起きたばっかだし。ねえ、ここはどっかだかわからんわ。スマホもねえわ、財布もねえわ、チュッパチャップスもねえわ。いや、食ってたろお前。お前食ってるぞ。あ、そうそう、これがラスイチなんだよ。昔からお前も好きだったからな。アプローチも電源切れてるからわかんねえしよ。あの、そっか、持ち物もねえのか。どっかに落としたんかな。なんだろう。まあいいや、まあ見つかったし、まあ元気そうだし、まあ記憶はねえのはあれだけど、もしかしたら失踪したってことはいろいろなんかあったのかもしんねえしさ。逆にそれを忘れたってのはいいことなのか。まあ俺から言えはしないけど。なんだろうな、わかんねえよ。そのように会話をしていると、
あなたたちのそばを強い風が吹く。思わず腕で顔を覆った。一瞬途絶えた視界を夏場に戻す。気がつけば夏場嵐となる男は涙を流していた。その両目から溢れる透明な液体、木々を塗って注ぐ光が反射し、まるで宝石でも落としているかのようだった。ごめん、ごめんな。いや、お前が突然いなくなって、正直もう会えないかもって、どうしてもやっぱ思っちゃってたみたいだ。はあ、そんな泣くものか。いや、すげえ失敗したんだって、お前すごいあっけらかんとしてるけどよ。心配させたんだろうなっていう、まあ、あれなんだが、はあ、そうか。でも、いいよ、こうしてお前と話せてるし、まあ、嬉しいよ、俺は。別に記憶が戻る戻る、なんだろう、戻るあれじゃねえけど、多分お前がそうやって泣いてくれるってことは、まあ俺たち結構こう本当にさっきお前が言ったように親友だったんだろうな。まあ俺はそう思ってて、お前がどうだったかあんま口にしなかったからわからんけど。まあいいや、疲れてないか。ああ別になんとも。この近くに、まあお前覚えてないだろうけど、俺の祖母、あ、祖父か、祖父の家があるんだよ。もうじいちゃんは死んじゃっていねえけどさ。うん。そこで休もうぜ。おお、わかった。彼は乱暴に袖で涙を拭って笑う。あなたたちは夏場に釣られるように木々を歩いていく。荒れ果てた獣道を少し進めば、洒落た家が姿を現した。木造2階の建物。ベランダには彩色豊かな花々が咲き乱れ、真っ白いカーテンがなびいている。ここが俺のじいちゃん家。まあ何にもねえけど、ゆっくりしてくれや。うん、な、どうした。ああ、いや、なんか本当にマジでこれといって記憶がねえから。ああ、そっか。あー、じゃああれも知らねえよな。いや、実はよ、探す昨日、はい、昨日か、めちゃくちゃ大雨が降ってよ。うん、この場所ってちょっと山の中なんだよ、一応思い出の場所って。ああ。で、その雨のせいで唯一町につながるなんか橋が崩れちゃったみたいで。はあ。で、まあ調べて1日ぐらいはここにいなきゃいけないみたいなんだよね。うん、まあ運良くというか、まあ俺のね、じいちゃん家あったから、まあ食料とかそういうのは問題ねえけど。おう、一日だけ我慢してここにいてくれっかな。ああ、分かった。俺はちょっとまた橋の様子見てくっからさ、まあ適当にくっついててくれや。うん、ああ、オッケー、分かった。そう言うと夏場は手をひらひらと振りながらどこかへ去っていく。あなたはどうしますか。どうする、どうするか。でも勝手にめなんかね、お菓子パクるのは良くないしな。とりあえず多分座って待ってる。ああ、一応ですね、まあ提示するとすれば、はい、一つは夏場をまあこっそり覆うこともできますし、二つ目は家の中をまあ調べることもできます。はい、家の中を調べるか。はい。喋るね。まあ多少こうぐるっと見るぐらいなら、こう目星かな。うん、家の中を完全に調べるかどっちかですね。まあ待っててもいいっちゃいいけど、はい、シナリオ的には調べてほしいかな。調べるか追うかどっちかにしてほしいな。じゃあ調べるか。ね、追わずにあなたは調べるということでいいですね。はい。じゃあ、 あなたはね、夏場の言葉に従い家で休むことにする。一応ですね、1階と2階があります。はい、1階、今いるのが1階。1階ですね。1階はですね、リビングと、はい、2階は3箇所調べることができます。どっからでも大丈夫です。じゃあ普通に1階順当に
あのリビングかな。はい。わ、はい、かりました。リビング、アンティーク品に飾られた落ち着いた部屋。夏のそよ風が部屋を流れる。どうやらシャレたキッチンも併設されているようです。探索可能箇所はキッチン、キッチン、鏡、上です。うんうんうん。ね。机、うん、キッチンからかな。多分でもいいですよ。じゃあ最初どうしよう。机から調べます。わかりました。はい。じゃあ机、机の上には1枚の紙切れが置かれている。それはどうやら手書きの地図のようで、よく見てみればこの場所から近くの町へと降りる経路が記されているようです。うんうん。経路が記されてるぐらい。ああ。はい、でじゃあ次鏡から。はい、じゃ鏡ですね、はい、鏡。そこには記憶がないせいか見たこともない顔が映っている。それが自分自身であることは推察できる、うん、しかし初めて見る顔が自分だということにあんたは不可思議な感情を抱く。サンチックです。おい、ねえ、失敗なので、もしかしたら産地1減少させてほしいんですが、ちょっとあんまり思ってるようなイケメンじゃないかなと思うかもしれないです。はい、ああ、なるほどね。はい。あれ今日デミ悪くない？デミ悪いね。悪いぞ。本当に悪い。すごい、95が2回連続出てる。えぐい。惜しくもファンブルで伸ばす。やばい。ファンブったらまずい。まあ、なんか、うーんってなって、たぶんキッチンで次。はい、キッチン流し台には、あ、まずなら目星を判定してください。ああ、はいはい。あ、高いね。でもね、なんで、はい、やば。流し台には現れていない食器が多く残されていた。最近も使われたのか生活感がにじみ出ている。プラスあなたはですね、キッチンのそばに置かれた大量の空瓶を見つける。中にはかすかに白い粉のようなものが入っている、うん、お、白い粉瓶の中に。あ、匂い嗅いだりって確か目星でできますよね。嗅覚味覚がなんか代用できるみたいな。うん、目星じゃない、いいですよ。匂い嗅ぐことは全然できます。ほうほう。どんな匂いするかな。そんなすごい匂いはしないかもしれないですね。そんな匂いはしない。うん、匂い嗅ぐだけなら。これ舐めちゃダメですか？あ、いいですよ。じゃあ舐めよう。あなたがその白い粉をま手にちょっとすくいというか、ま手につけて舐めてみると、え、塩味がすごく下を走る。それがあなたは塩であることがわかります。ああ、塩だ。塩か。似たような瓶がめちゃくちゃありますね。大量に置かれてます。ああ、なるほど。まあこれが塩なら、あとはなんか砂糖とかだろう多分思うんで。はいはい。うん、朝魔法とか、うん、気分がこんな感じです。ああ、はいはい。じゃあ書斎だね、はい、じゃあ書斎いきます。書斎の扉を開けば本棚の連なる部屋が現れる。目を見張るほどの大量の本、独特の匂いが鼻孔を抜けるかもしれない。探索可能箇所は本棚か壁です。うんうん、本棚ですかね。はい、では図書館の判定をお願いします。はい、素晴らしい。本棚には多種多様の本が敷き詰められているだろう。いくつか抜けている本があることにも気がつくかもしれない。その中にあとは一つの本を見つける。うん、してる間にちょっとお手洗いに行ってきます。どうぞ。
でしょ、戻りました。はい、じゃああなたは一つの本を見つけます。読んでいただこうかな。はい、はい、声に出して読んでください。1にして全然にして一なるもの、形を持たない不定形の神であり、一つ一つが太陽のように輝く玉虫色の球体の集合、外なる神が住まう外宇宙への門であると同時にその鍵であり、宇宙の秘密の守護者とされている。実体を備えた神聖であると同時に一つの神もあり、現在未来過去の全ては一つあり、外なる神や、旧支配者も含めた宇宙の存在全てが内包されている。時に人型の姿をとって人間と接触することがある。究極の門の守護者であり、宇宙の法則や概念そのものであり、善悪を超越して圧倒的な存在である。究極の門に至る扉は至るところに存在する。以下のことが殴り書きされてた。地脈の執着地、世界中の因子を授かった地に扉を開かれる。おというような内容が書かれていました。まあ、わけわかんないでしょうね。わけわかんないと思うな。本読まなそうだもんね。本読むのかな。もともと、まあ、家がそのなんて言ったらいいんだろう、こう教育ママのとこがあったから、お母さんなるほどね。はあります、多少は。はいはい、まあ結構博識であったとしても、この内容は見たこともないし、はい、聞いたこともないような言葉が多いか、はい、というふうには思うかもしれません。はい、壁ですかね。はい、壁を調べれば一枚の絵が描けられている。その絵をあなたは 見た覚えがある。それは巨大な木だった。絵の下には神の木と名前が彫られていた。うん、神の木、神の木、基本、はい、なんかその神の木に対して、見たことがあるけど記憶が今ないんだもんな。はい。そうでき。じゃあアイディアを振りましょう。ああ、はい。オッケー。じゃああなたが目覚めた頭上にあった木とすごく似ているなと思います。はい、うん。ああ、出る木、似てる木か。うんうん、多分になんか似てんなって思って次調べに行くかな。はい、これであなたはな、書斎を出て、まあ、リビングの方に向かうとですね、はい、ちょうど夏場が帰っていきます。はい、あー疲れた。あ、ちゃんと休んでたか。ああ、休んでた。まあ何していいか、手持ち無沙汰だったからいろいろ見てたけど。ああ、いいよいいよ、別に大したもんねえだろうし、暇だろうな、だから適当に見ちゃっていいよ。ああ、全然体の調子とかは大丈夫か。ああ、体の方は大丈夫。うん、ああ、橋か。なあ、ちょっと橋はな、だいぶひどいもんだったよ。もしかしたら一日じゃ済まねえかもしんねえ。ああ、なるほどな。まあでも心配せんな、食料とか備蓄してるから一応。うん。大したもんはねえけど。まあ、そんな、あ、もうそっちが迷惑しないなら全然。お前の好きな甘いもんあったかな。そう、お前甘いもん好きなんだよ、実は。ああ、ああ、まあ。飴食ってたから。まあだろうよな。飴今も食ってからな。もう普通に見た目からタバコにしか見えないけどな、それな。あ、そう。間違われるんだけど。多分。あ、間違われるんだけどっておかしいなんだよな。でもさっき鏡で。鏡見てるから。あ、まあ多分間違われてんだろうなっていう。あ、なんかよく言ってたよ。なんか。そのことについてなんか文句言ってたよ、よく。うん、ヤンキーが飴食っちゃいけねえのかよ。ヤンキーっていう資格はあったよな、そういえばな、昔から。まあ、ほら、見た目は、まあ、まあでもそれが俺はいいと思ったけどね。うん、
じゃあ俺はちょっと、うん、あさっき水汲んでくんのは失敗しちゃったから、うん、まあお前にぶっかけるのもあったし他に使うことだったから、ちょっと近くの湖でまた汲んでくるわ。おお。と言ってなら彼はまたひらひらとバケツを持ち、うん、行ってしまうでしょう。うん、マジしまってやったな。じゃあ2階を探索でいきます。はい、はい、2階に行きます。はい、2階は寝室のみなので、ちょっと待ってね。寝室、癖の階段を登っていけば廊下沿いに部屋があるのを確認できる。うんうん、大きな窓から陽光を差す寝室。部屋には机とベッド、いくつかの飾り家具があるだけの部屋です。探索の場所は机かベッドです。うんうん、机かな。はい、机、円状の机が置かれている。はい、その上に一つの小瓶が置かれていた。小瓶の中には赤と白の小さなカプセルがいくつも入っている。あ、薬かな。まあ薬かなっていうのは感じるけど、はい、なんか書いてないですか、ラベルとか。そうですね、書いてないので、その内容を知りたければ医学の判定をお願いします。ないです。ないです。医学何歩だったかな。医学初期値が、まあ、1じゃねえ、ああいうの。しか5だよね。医学は、5でした。あ、5ですね、よかったね。 5触れますよ。振ったろ。これで分かったらこいつやばいよ。やばいね。あ、ほらな、結構いい出目ではあるが、まあ何の癖かは分かりません。分かんないか。もう机の上はもうそれだけ。そうですね、そんなもんです。あ、じゃあベッドの方で。はい、ベッド、白色の簡素なベッドはそこにある。ベッドの上には本が置かれているようです。うん、本読みたいですね。はい、表紙にはアルバムと書かれています。中開きますか。あー、開きます。はい、表紙をめくればクリーム色の台紙にいくつもの写真が収められていた。中にはたくさんの写真が綺麗に貼られている。風景の写真もあれば数人の人が写った写真もある。その中にあなたと夏場の姿もある。海に行った写真、ゲームセンターで遊ぶあなた、意味不明な仮装をする2人、どれも大切に保管されているようです。ああ、なんかこんなことやったんだなっていう。そのようにペラペラとめくっていくと、途中に四つ折りの紙切れが挟まっているのが分かります。うん、ああ読めます。はい、そうですね、その紙切れを、四つ折りの紙切れを開いてみれば、どうやらそれはですね、診断書のようで、このようなことが書いておりました。なるほどね。これリアル知識だからな、私これな、この病気がな。よく知ってんね、リアル知識。いや、プリオン病って確か脳みそがスポンジみたいになっちゃうやつじゃなかったかな。確か。合ってます。すごいですね。よく知ってますね。お全然知らなかったよ。なんか創作で、あのカニバ、あ、なんだ、人食べるやつのなんか、はい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 、あれ書こうとした時にどうやって調理すればいいかなって調べたら出てきたから。なるほど、ね。すごいな、博識。じゃあなら小川くんもそれが知ってるかどうか、医学もしくは知識を振りましょう。知ってたら怖すぎだろこいつ。多分ガッ、分かんないからこれはあえて知識で振らないぞ。あ、いいですよ、全然振らなくて大丈夫です。どちらでも。じゃあ振らない、じゃあ振らない。じゃあ振らない、分かんないから、さすがにそこまでのあれがないからいいかな。マイナートランキライザーについてもいいですか。もうわかんない。であれば、もう探索はここで終了です。はい。
そのようにあなたが中を調べていれば玄関の方から物音を聞くだろう。しばらくすれば夏場が姿を現す。うん。彼は相変わらず笑みを浮かべてあなたに話しかけてくる。ああ、疲れた疲れた。なんか面白いもんあった？面白いもん。ああ、アルバム見たなってぐらい。あれ見たんだ。うん。昔ばっかやってたんだね、俺たち。まあ写真見た感じだとそうだな。でも、俺、まあ、なんだ、その、なんつうの？勝手調べたからあれだけど、これなんだ、これ。この診断書。診断書？ああ、ちょっと見せて。名前なんだよな、多分これ。お前が言う限りは。あ、なんかそうだ、俺もそれ見つけてさ、まあ、そしてなんかお前がいなくなったからもしかしたらこれと関係あるのかなと思ってたんだけど、まあ聞くに聞けなかったんだよね。まあ今のお前に聞いてもな。まあ病気がどうだってのは俺もわかんないし、なんか病気だったんかな、なんだプリオン病って。プリンみたいな病な。プリン、プリン、お前プリン好きだったよな、そういえば。あ、覚えてねえか。でもどうなんだろうな、多分お前の言う限りじゃプリンどころじゃないと思うな。プリン好きすぎてそういう病気になったとかあんのかな。あ、どうなんだろうな。あ、でも甘いもん食いすぎて糖尿とかありそうだけどな。確かに。まあだから俺もさ、よく分かんなくてよ、まあそれを見つけたからやっぱ心配になってしまったっていうか、なんかよく何の病気かも知らねえけど、でも見つけたっていうのは俺は分からんのだが、ああ、あれか、俺の家によく来てたみたいな感じか。ああ、そうそう、ああ、そうそうそう、あ、なるほどな。まあいろいろあんだなと思って。うん、でもな、別にそのな、プリオン病だかなんだかで別になんかおかしいわけでもねえしな、今。確かにな、別に全然そんな感じしねえよな、俺もあってそう思ってんだけど、なんだろうな、俺にはま、あれか、意外に精神病とかってそういう感じなのかな、もしかしたら。あー、そっちか。あ、なるほど。記憶なくしてりゃそういうのってあれだろう、多分フラットになんだろう、おそらく知らんけど。あー、多分な、大抵そうだよな。まあ俺もストレス溜まるけど、まあお前も結構もしかしたら溜まっちゃうかもな、多分。まあまああれだ、記憶が戻るなりしたら普通に病院行ってみるか。そうだな、まあ行けたらな、行った方がいいけど、せっかくなんだ、よく病院とかってよ、まあこれ俺の持論だけど、やっぱ結局気持ちとかその考えが体に影響すると思うんだよね。ああ。そういうのがさ、病院とか行くと周りの人結構病気だったりとか多いじゃん。それに当てられてなんか自分も、あ、もしかしたら具合悪いみたいに思うことない？ああ、そうだろうな。まあ、そうなるやつもいいんじゃねえのとは思うけど。いや、そういうのあるから、今元気なら別に行く必要もないような気もするけど。まあ、いやー、わかんない。いきなりってなるかもわからんし。そうだな。まあ、そうだよな。プリン食わなきゃいいのかな。一旦プリンはやめとくか。まあ、ねえけど、ここにプリンなんて。ああ。甘いもんはねえな。今はこれ、ちょうど持ってきたって言って、彼は、なんか懐から、なんか木の実みたいなもの出します。これしかなかったわ。木の実。あ、これ甘いのか。これ、うまい、まあ。食ってみ、ちょっと、俺食べてないけど、食べてみてよ。食べてないのに、食わってんだよ。食べますか。かな、多分何でもいいから。甘いんかな。幸運振りますか。甘いんかな。あ、じゃあ甘いですね。結構甘いかもしれない。結構甘い、うまいやつかもしれない。ああ、なんかまあ意外とこれいけるぞこれ。前あれだよな、だいぶ
何でも食うよな。落ちてるもんだぜ一応。俺持ってきたけどよ。いや多分もうあれだ。甘いもん欲してるからもう何でもよくなってるみたいな。じゃあ俺も食ってみっかな。あ、うまいな意外に。これ何の切り身だこれ。わかんねえ。覚えてねえけど昔あれ、あの花の蜜吸うのって知ってるか。ああ。あれめちゃくちゃ俺たち二人でよ、その町の至る所駆け巡って吸いまくったらよ、うん、なんか一時期ニュースになったんだよ。花がなんかすごい異常な枯れ方をしてるみたいな話を。だってよ、俺たち二人で笑ったのを今思い出したわ。, 笑い事じゃねえ。何を考えるとそれ多分分かったんだろうが。その時お前めっちゃ食ってたからな。最初あんま乗り気じゃねえのに俺が誘ってよ、一回やるともうなんだすごい勢いで俺より最後食ってたからな。あべえな、昔の俺ってそんなやだったな。まあ今もあんま変わんないような気もすっけどよ。じゃあもうちょっとなんかまともなもん持ってくからさ、もうちょっと待っててくんない？ああオッケーオッケー。と言ってまあ彼はまたどっかにフラフラと行くかもしれない。何したいですか？木の実残ってます？木の実残ってます、まだちょっとだけ。あ、多分それつまんでテレビ見てるかもしれない。テレビですね、つけようとしますがつかないです。つかない。はい。まあ娯楽ゼロかな。つかないですね。つかないか、スマホもないし、はい、サイトもないし。あ、どうぞかな。寝るかな、もう。もうだいもうソファーかなんか寝てるかもしれん。なんもねえわっつって。なんもねえやって、もう寝始めますか。もう、うん、多分寝始めると思う。もちろんそれでも可能です。はい、じゃあですね、どうしようかな。これどこに書いてんだ一体。まあ寝た頃ですね、まあまた物音がして起きればですね、まあ外はもう夕闇が尾を引き始めている。うん、すぐに夜が幕を下ろすでしょう。しばらくすれば夏場が帰ってくる。まあその手にはまた果物のようなものをいっぱい持っているかもしれない。あーごめん、やっぱこんなもんしかなかった。うん、木の実。ああ、あ、木の実とか、なんかちょっとこのでっかいリンゴみたいなのもあったけど、これ食えっかな。ちょっと腐ってるけど、半分。まさすがにまずいだろうね。半分切ればいけないから。いいんだよ。半分切ればいけねえかな、これ。ああ、よければ。そう、よければいけねえか。いけかな。これで、プリンでも作ってみっか。プリン、いや、それ、フレつけやな。プリンってどうやって作るんだ？何が必要だ？卵？牛乳？卵、牛乳と、最悪それで食べるまであるんじゃないの？でも卵も牛乳もねえわ、全部。ああ。カップラーメンしかねえ。でもカップラーメンしかねえけどお湯がねえ。は？いや、ここよ、俺のじいちゃんの家って言ったじゃん。うん。だいぶ前に死んじまってよ、電気通ってねえんだわ。ああ、だからさっきテレビつかなかったのが。そうそうそう、だからよ。もう娯楽はもうゼロです、ここ、この家。どうすっかな。カップラーメンじゃなくて、袋麺あるけど、食う？バリバリ。まあ、腹減るしな。水がねえんじゃな。それか水でふかしてなんかちょっとぐちゃぐちゃになったのを食べる。だったらまんまの方がいいな。だったらまんまのがいいか。そうあるよな、最近ビビッターラーメンとかでよ、お前知らねえかもしんねえけどあんだよ、バリバリ食えるラーメンみたいな。
あれ正直ビビスタラーメン食ってるのと変わんねえからな。じゃあダメじゃねえか。でもなんかいいよな、そういう思考というか挑戦がいいなと俺思って。ああ。俺もなんかこの木の実ここら辺の取って作ってなんかやっから新しい仕事。農家とか。農家まで行けないだろうな、木の実じゃ。農家まではいかんか。ああ、でもいいんじゃねえのかな。なんかそういう山の幸を使ってスイーツ作りました。なあ、チュッパチャップス作るんじゃねえか、山の幸味。山の幸味。チュッパチャップスな。いや、こういうのはな、ジャンクの味の方がいいんだと思う。ちょっと化学薬品ゴリゴリ入ってる。体に悪い、きっと、チュッパチャップスって。体に悪い、体に悪い、でも体に悪いもんってうまいよな。まあそうだよな、お前結構食ってたぞ。なんか、牛丼とかもなんかキングサイズとか食ってたぞ普通に。マジか、全然多分足りねえだろうけど、まあ今日はこれで我慢してくれや。まあ、その後あなたたちはまあ質素な食事をね楽しむことでしょう、はいはい、外は夜の闇にまみれ、夏場がふらりと外に出ている。なあなあなあ、見てみ、夏場にそう言われ外に出れば空には満面の星空が輝いていた。いや、綺麗だな、綺麗やな、やっぱ田舎ってこういうのが醍醐味って言うんかな。ああ、空気が綺麗だからみたいな。そうそうそう、星がよく見えるとかよ。なるほどな。結構星好きだったからな。それにしても本当に良かったよ、お前が元気そうで。まあ記憶ねえけど。記憶はねえけど、まあそれだけがなんかやっぱ心配だったからさ。まああれだ、記憶ねえけど、こう心配してくれるやつがいるんだなってな。意外にたくさんいたと思うぜ、俺以外にも。まあなんだ。まあお前そんな見た目してっからさ、結構怖がれることも多かったけど。まあ根はな優しいやつだし。なんか恥ずかしいよ。でも記憶がねえからなんかどんどん出ちゃうわ、言葉が。あれだ、俺が記憶戻った後にすげえ恥ずかしい思いするやつ。そうだな、俺この記憶消してくんねえから、その戻った後。消してほしいな、ちょっと。すごいよ、すげえだろ。ちょっといらないな、その記憶な。まあいいんじゃねえの、別に。お前はその時なんて言うだろうな。なんて言うだろうな。何も言わねえかもな。どうだろうな。橋が戻るのが先か、俺の記憶が戻るのが先かって感じだな。確かにな。まあ実際どう、記憶戻りたいとか思う？そら戻ったら楽だろ、いろいろと。まあ楽か、楽っていう発想なんだな。だってじゃあ一から名前も何もかもなくなって、でじゃあ住むとこも探します、仕事も探します、なんかいろいろめんどくさくね。確かにな、そういうのを考えるとめんどくせえけど、なんか今の時代って関わりが多すぎるっつうかさ、結構俺は思うんだよね。ネットとかいろいろあるじゃん。そういうのでつながりすぎるとなんか窮屈じゃない？なんとも、まあ別にどうなんだろうな。まあ記憶が戻る前がまあダチが多かったのか少なかったのかちょっとわかんねえけど、どうだろうな、まあ少なくはなかったんじゃないか。どうだろうな、さっきお前が俺が結構こわもてだからとかっていうのがあったから、まあ
まあ避けてるやつもいるんだろうし、まあむしろ俺なんてお前ぐらいしかいなかったからな。難しいな。どうも俺はそんなに考えて生きてたとも思えねえしな。まあ確かにその場のノリとか行動力で動いてたような気もしないでもないけど。ああ。まあでもそれがあったから俺も一緒に動けたっていうか。結構やっぱその一歩踏み出すのって勇気いるじゃん。ああ。お前はよく進んで前に行ったからよ。うん。俺は結構それ助かったんだよね。なんかな。いやーこれ絶対記憶戻った時お前本当に枕に顔うずめて足バタバタさせるやつだな。本当にそうだろうな。そうなればいいけどな、逆にな。まああれだ、覚えとくよ、お前がそう言ってたのは。覚えといて、ちゃんといじるかもしんねえけど。一生いじられるかもしんねえな。ああ。それで嫌だけど。あなたたちはそうやって、まあ、夜空を見ながら、ひとときの団らんを過ごすかもしれない。天には星が輝け。いつしかあなたたちは無言でその星を眺めていた。どれだけ時間が経っただろう。数十分、数時間、それぐらい経ったかもしれない。音はもう闇に紛れ、木々のざわめきや星の明かりだけが頼りになっている。気づけば隣からかすかな寝息が聞こえてきた。どうやら夏場は寝てしまっていたようである。その顔は幸せにあふれ、先ほど流した涙が流れ星のような跡を作っていた。何かしますか。なんか感傷に浸ってんだなって思って多分寝るかも。別に夏場に何かするわけでもなくって感じですか。ああ、そうですね。じゃああなたもなら、まあ寝ようかと言って、まあ、リビングあたりに行こうとすれば、ソファーの下に紙が落ちているのがわかる、うん。先ほどまでは気づかなかった紙である。はい。見ますか。見ます。はい、それはですね、古びた紙切れでこの家の図面が書かれているようでした。そこであなたは違和感に気がつく。この建物は2階建てと言いましたが、その図面には地下室があると記載されているようです。うん。寝ようとしてるんですもんね。うん。まあがしかしあなたはですね、なんとなくその場所に行きたい、行かなければいけないというふうに思うかもしれない。はんはん。ああ。ゾワリと感覚が撫でられるような不思議な感覚を味わう。うん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 。地下室、地下室ね。行くかな、多分すぐじゃなくて、多分その嵐がこう寝たら。まあ完全に寝てるかな今は。ああ寝てる。ああじゃあ行くか。まああなたは地図通りの場所へと向かうということでいいですか。はい、はい、近いと続く場所はどうやら書斎にあるようだ。木製の扉を押し開け、部屋をくまなく調べれば、中心の長机の下に上向きの扉がついているのを発見する。うん、入りますね。はい。あとはその扉を開ける、はい、下は暗闇が支配している。側面にかけられた木製のはしごだけがぼんやりと見えるだろう。降りますか。降ります。はい。あなたははしごを丁寧に下っていく。しばらくの暗闇に戸惑いながら降りていけば数十秒で足がつく。缶を頼りにあたりを調べてみれば、何か金属のようなものに触れるだろう。どうやらそれは壁掛けランプのようで、
あなたは明かりをつけることができた。そこには小さい空間が広がっていた。壁の匂いが鼻をつく。いくつかの樽のようなものが置かれ、さらには机と本棚、そしてフラスコのような化学系統のものが収められている棚も見られた。探索可能箇所は、本棚かな。はい。本棚、いくつかの古書やら本が置かれた本棚。あなたはその中から一つの本を見つける。表紙には英語でエイボンの書と書かれているようだ。中を開けば全て英語で記載がされている。全て読み解くにはとても時間がかかるだろう。読む場合は英語の技能判定をしていただくんですが、はい、エリュ 15×3、 45で振っていいですよ。45、はい、読めるかなこいつに。読めたわ。わ、素晴らしい。じゃあですね、あなたはですね、まあそれがいろいろな筆跡で書かれていることがわかるでしょう。一人の筆跡ではありません。で、あなたはなんとか簡素な概略をつかむことができる。そこにはどうやら神と呼ばれる者たちのことについて書かれています。あなたは一つの、あなたの脳裏に一つのイメージが湧く。門の創造の呪文を取得します。3チェックです。わお。成功はゼロかな。はい、はい、ゼロか。さらにその1枚の紙切れが挟まっているのが分かります。はい、そこには日本語で以下のことが書かれていた。言ってもらいましょう。ほうほうほう。エルダーサイン、またの名を古き印、使用者を、巣となる神の手先から保護する。しかしそれがどの程度役に立つものであるかは推測するしかない。神話的存在の手先になった人間からも保護してくれるというものもいるし、人間以外の従者にしか効果がないとするものもいる。巣となる神ヨグソトースの干渉を防ぐために門が創造される場所に刻む木といえばあの木が適切だろう、といったようなことが日本語で書かれている。なんでこれがここにあるの。紙にその印が書いてあるってこと？いや、印は書いてないですね。書いてない。はい、文字は書いてる。そういうのがあるよってだけ。はい、はい、文字が書いてるだけです。うん、日本語で。あーはーはー、ありますよっていうのを書いてくれてるだけなんだ。なるほどね。はい、形は分からんか。はあはあ。へーっていう感じだなと、多分これは。はい。本棚は以上です。本棚以上。OK。はい、で普通の棚ですね。化学系統の品が収められた棚を見れば、いくつかの大きな弁に磨く。ここには大量の白い粉が収められている。それはあなたは塩だということがわかるでしょう。うん、さらに白色のネズミの死骸が収められたゲージがいくつも並んでいます。キモ。あとはその中で睡眠薬を手に入れます。ほう。睡眠薬。睡眠薬ね。なんでなんか、なんで睡眠薬が。まあ、いいか。まあ、いいかなんか、ネズミはパクりたくないと思うから。睡眠薬って書いてあるってことですもんね。わかるってことは。うん、睡眠薬置いてますね、普通に。それ手に取ることもできるし、まあ、取らなくてもいいですよ、別に。どっちでもいいです。睡眠薬か。いや、まあでもな、睡眠薬ラムネと間違って食ったらな。いや多分、取らないかも。取らない、もちろん大丈夫ですよ。うん、
そのまんまにして、なんかその棚他は何にも、なんかネズミのゲージになんか何々って書いてないですか、なんか何用みたいな。何用とか書いてないですね。何も書いてない、ただ置いて、はい、入ってるだけ。あ、はい、へー、なるほどな。机ですかね。はい、机。その執務机には大量の紙といくつかの本が積み上げられている。その中であなたはいくつかのものを発見する。1つ目、紙切れ、診断書、氏名夏場嵐、病名プリオン病、以下略。ほう、っていうのをまず見つけます。はい。2つ目、あなたは日記を見つける。見ますか。は読みますね。はい。日記、詰め入れられた本の上に一冊の使い込まれた 手帳が置かれている。中を開けば どうやら日記のようであった。丸月三角日、突然のことだった。親友が死んだ。何の脈絡もなく、まるで最初からいなかったように彼はこの世から消えてしまった。何も手につかない。何を望みに生きていけばいい。俺にはあいつしかいなかった。幼少の頃に亡くした家族の悲しみから救い出してくれた親友が死んだ。今になって後悔が溢れてくる。俺はあいつに何かできたのではないか、助けることができたのではないか。意味のない感情が、考えが浮かんでは消えていく。俺はどうすればいい。なぜ、なぜ。丸月四角日、夢に親友が現れる。夢のあいつは笑っていた。なぜ、俺の不甲斐なさを怒ってくれればどれだけいいか、憎んでくれればどれだけ何も考えられない。俺は最後のあいつの願いすら叶えることができなかった。どうしてあの時、あいつを病院から連れ出して、あの思い出の場所に連れて行ってやれなかったのか。どうして、俺は助かるだろうという安易な妄想を抱いていたのだろう。俺は生きている価値があるのだろうか。三角月、丸道。罪の清算のつもりか、あいつの形見を持って、俺の足はあの思い出の巨木へと向かっていた。そこは相変わらず美しい場所だった。憎いほどに綺麗な場所だった。この景色を見せられなかった自分に、俺は心底腹が立った。同時に腹が立つ元気があることに絶望した。どれだけいただろう。何時間、もしかしたら何日かもしれない。いつまでもあいつのことを思って座っていた。いつまでも涙は枯れない。それだけがなぜだか安心につながっていた。無意識のうちに俺は歩いた。意味はなく、ただ歩いた。夜の森をただ歩いた。このまま死んでしまえばいいと、低俗な願いを込めて。でも、死ぬことなんてできなかった。何の運命か、一つの家にたどり着く。誰もいない家。その時、一筋の風が家に向かって吹いた。なぜだろう。その時、俺は確かにその家に、あいつがいるかもしれないと感じたのだ。だがしかし、死んでしまったあいつがいるわけはなかった。もう死のう、ここで死んでしまおうと思った時、視界のうちに一冊の本が映った。英語で書かれた難しそうな本。最後にこれを読んで死のう。四角月丸日、これだ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 。この方法ならばあいつを生き返らせることができるかもしれない。雑誌にヨグソトースを召喚すれば対価次第ではどんな願いも叶う。それならばバカみたいなことだ。だけど、今の俺にとっては唯一の光なんだ。嘘でもいい。何でもいい。やってみなければわからない。やるだけやってみよう。そこで日記は終わっています。はい。なんか思い詰めてますね。
そんなことをしてると、うん、橋を降りる音が聞こえたかと思えば、暗闇の中から夏場が姿を現す。ミク、なんでここに？うん、うん、いや、なんか寝ようと思ったら地図があって、地下もあるって書いてあるから、なんか行かないといけないみたいな、なんかそんな感じがして、ああ。いや、いいんだ、うん、もう行こう、うん、こんなとこいても何もないだろ。なんもない。まあそのなんかはあったけどな、これ、うん、いいじゃん、いいじゃないか別に。俺の日記だけど、日記こんな大事そうに地下にしまっとくか。うん、まあ、なんだ、うん。ああ、なんか、あれだな、地下来たからな、なんか眠くなっちゃったな、ここぐらいから。ちょっと寝るわ。そうだよな、寝ようぜ、もう。いいよ、いいよな、別に。寝ますか、本当に。ね。どうだろう、これ、多分ね、こいつの場合は、そうだな、あ、嵐くんが寝ただろうなっていうのを見計らって、どうすんだろうね。なんか走りに行くかな、なんか。はいはいはい、足が治るまでもうちょっとかかる、1日以上かかるだろうって言ってたけど、はいはいはい、うん、まあなんだろうな、こう多分さすがに文脈からさせない人間じゃないんで、はい、こいつはさすがに多分これで状況的に置き換えるとあーってのは察せるから、まあそれも多分帰ろうとするかもしれない、帰るっつうか橋渡って、うん、バイバイってするかもしれない。なるほど。そう、死に行くかもしれない。一応橋直ってるか。はい。見に行きたいな。まあ彼は寝ようとはしませんね。どうしますか？寝ようとしないだと。そういや、睡眠薬あったけど、でもな。でもな。あー。なるほど。寝ようとしないなら、寝ないか、多分気にはなってるからな、なんかそのあの日記を読んで、はい、てか察しちゃったから、なんとなく診断書といい、なんといい、はい、嵐くんと話するかな、多分寝るとか言っておきながら、やっぱ寝れねえよって、うん、いいですね、全然お任せしますよ、はい、あーなんか寝るっつったらなんか寝れねえわよ、なんかやっぱあれだ、階段で、あの歩いて運動しちゃったから多分寝れねえわこれ、あーいやなんか俺は別に記憶別に戻ったわけじゃないし、 あれだけど、正直あれだ、そのまあそんなことはないが、そうかな、まあいいや、あのなんか例え話をするだとか、なんかそういう頭のいいことは俺はできないから、もうあの日記を見て俺が察した分を言うが、まあ多分その死んじまったあいつってのは俺のことか、さすがに俺察せないほどバカじゃないぞ、親友だったならわかるよな、そうだよな、日記見たんだよな、うん見た、
し。てか今まで何も聞いてこないのもやっぱお前らしいよな。まあ間違ってたら恥ずかしいし、恥ずかしいっつうかなんかうーんってなるから、まああれだが、そうな。それで最後なんだ、多分そのヨーグルトみたいな名前の神様になんかやって、で多分俺は多分復活っつうか生き返ったんだろう。どこまで察しがいいのか、それはお前は信じるのか、信じるっていうか、いやまあ多分お前が最初に言ってたその失踪したっていうのが、まあ、どうなんだろうな、それで合ってんのかもしれねえし分かんねえけど、でもまあお前のその焦りようとかいろいろ見てたらな、なんかああ別に大変で頭がすげえいいとかインテールとかじゃねえけど、そういうとこだけは察しが良くなっちまうんだよな多分。まあ人をよく見るってるってことなのかもしんねえけど、うん、例えばだ、お前は死んでいる、でも、うん、今は生きている、うん、これが本当だとすればお前はどう思う、うん、どう思う、まあどうやってやったのか知りたいぐらいだし、それに対価次第ではって書いてなかったか多分。そうだな、その対価は何を差し出した、診断書だってそうだ、上にあったやつ、まあ俺の名前だったけど全く同じ病名でお前のもあったよな。ああまあそう、対価、うん、まあ多分そのプリオン病とやらで多分本当に俺が死んじまって生き返らせて、じゃあ対価はお前が病気を背負うことですみたいな、そういうあれなのか、それともそもそもまずお前の命ですとかそういうことか、対価は。それだけならどれだけ楽なんだろう。あまあまあ生き返った生き返ってねえとかは置いといて、そのなんだ、もし自分の命を差し出して俺を控えらせたみたいなことだったら、正直俺としては多分一回らせてほしいとは今の俺は思ってねえかも、多分それは記憶戻っても変わんねえかも、うん、そうしてまでしてほしいとは多分思わねえから、死んだんなら死んだで多分それなりにまあ俺に原因があったんだろうし、簡単に言うんじゃねえよ。まあまあ悪いことじゃないが、死ぬっていうのは、結局人間みんな死は恐怖だ、でも一番の恐怖は自分が死ぬことじゃない、誰かが死ぬことだと思うんだよ俺は。だから俺はお前が死んだから、お前が死んだからこうやってあらゆるものを犠牲にして、こうやってお前を生き返らせた。うん、まああれだな、でももう、うん、もう言うしかないのか。まあ言いたくないならあれだけど、まあまあ多分迷ったんだよ、うん、言うべきか言わざるべきか、言ったら気づいてしまったらお前は今みたいなことを言うと思った。はあ、まあ言うだろうな、そら怖かった。まあ俺もあれだ、別に自分が死ぬのが怖いとは思わねえからな、結局他人が死ぬぐらいだったら俺が体張ってそいつが生きんなら別に俺死んだっていいって思ってるし、お前がどう思うとお前が死ぬことを俺は許さない、うん、
お前は生きなきゃいけない人間だ。だから自分のやったことを悔いてもいないし、今でも絶対正解だと思ってる。じゃあ俺はまああれだ、その病気かなんかでまあ死んだんだろうが、控えらせてお前は俺に何をしてほしかった？何をしてほしいって、こうやって話すだけでよかったんで、今までの日常をただただ取り戻したかった、ただそれだけ、うん、そうか、うん、もし本当の真実が知りたいなら、まずは町に行ってみるといい。俺は嘘をついた。橋なんて壊れてはいないよ。それから答えを聞かせてくれ。お前がどうすべきか、俺がどうすべきか。分かった。まあ街を見てきて、そうか、うん、街に行きますか。うん、街へ行きます。あ、じゃあ街へ行くんだったら嵐くんも連れていいんかな、これは。どうなんだろう。夏場は動こうとはしません。俺は、まあ、いいよ。俺は行ってはいけないんだ。行ってはいけない。はあ。ああ。あれだ。じゃあ、まあ戻ってきて答えを言うときにさ、なんか食いながら話したいから。俺財布持ってねえからさ、なんかいくら貸してくんね。あ、でも見つかったら返すから、これ。間違いなく買ってくるよ。うん。買えたら。いいねと言って、まあ、適当に1万円とか渡し出すかもしれません。それは妙にくしゃくしゃになって汚れているかもしれない。おお。じゃあ行ってくる。あなたは町へと繰り出すことになる。町への経路を獲得してますので、そのままその案内主に行けることができるでしょう。はい、あなたは荒れ果てた獣道を歩いていく。簡素な地図ゆえに迷うこともあるかもしれない。しかし、なんとか架けられた橋まで行き着いた。その橋は壊れてはいなかった。地図にも他に橋があるとは書かれていない。あなたはわずかに湧き出る疑問を拭い去りながら橋を渡り、また獣道を歩いていく。どれくらいの時間だろうか。1時間は歩いたかもしれない。やっと木々の世界から抜け出し、あなたは前方の光景を目にするだろう。うん、あなたが立つ場所は少し小高い丘のようだった。眼下に広がる街を一望できる場所。先ほどから気になってはいたのだ。鼻をつく異臭に。あなたの目の前に広がっていたのは、地獄だった。立ち上る黒煙、鼻をつく異臭、至るところへ瓦礫が散乱する。倒壊したビルの隅で座る少年は虚空を見つめる。道路の中心で焚き火を囲む男女は狂ったように笑う。街は皆、世界はどうなっている。この光景を地獄と言わずに何と言うのだろう。この絶景を見たあなたは理解する。もしかしたら、いや、確実にあなたの知っている平和な世界は崩壊したのだと。サンチェックです。あー、いっぱい 1D6 です。あ、成功 1D6 です。素晴らしい。ここへの供給は、あなたは町を探求しなければいけないという欲望に駆られる。あ、とりあえず目星で。はい、じゃああなたは探索することを決める。目星をどうぞ。
おお、1クリまあまあ一旦そのクリティカルは置いといて、一つの張り紙を見つける。張り紙、ビルの限り埋め尽くされるように張り紙があった。それは映画ドラマで見るような指名手配の張り紙。2つの映画の下に文章が書かれている。張り紙、絵柄は若い男性の顔。内容、この門に英語の悲しみ、苦しみを。簡単に死ぬことをさせるな。世界を滅亡させた男に制裁を。毎日10時に広場にて制裁を決行。この若い男、え、若い男性の顔、はいはい、見覚えあるのかな。ありますね、似てます。夏場嵐に似ていると。似ているんですが、もう絵がもうぐじゃぐじゃにされていて判明がつかないかもしれませんが、似ていると思います。なるほどね。他はあなたに、あなたは滝に当たる男女もしくは少年に話、はい、どちらかに話しかけることができる。少年の方かな。あなたが少年の方に近寄る。誰、お兄さん。いや俺も知りてえぐらいなんだけど。お父さんは、お母さんはどこ、僕のお父さんとお母さんはどこにいるの。はぐれちまったとかじゃないよな。ここにいるの。買い物に行くって言ったのに、どこにいるの。なんで、なんでお父さんとお母さんは、なんでお父さんとお母さんはどこにいるの。まあなんだ、お前探してるやつがいるかもしんねえから、まあ見つけたら教えてやる。ちょっとそこで待ってろ。なんかお店探すかも、多分。ないです。ないか、はい、ねえ、お兄さん、お兄さん、お母さんとお父さんを返して、お母さんとお父さんを。返す。あの悪魔から返して。どうして神様は僕たちにこんなことをしたの。なんだろうな。そうな、多分このまま多分無視して別の人に話しあげるかもな。これこのままじゃ拉致あかねって思って。他は男女がいますよ。はい、じゃあその男女に話しかける感じで。彼らは天を仰ぎながら笑っている。なんだ、なんだそこの兄ちゃん、どうしたんだ。あ、何がそんなにおかしいのかと思ってよ。いやーすごいだろう、こんなもう、もう何もない、全員が死んで全員が血を流して、何があるんだあと。ねえ、何があるんだあと。俺たちは何をすればいい。なんで死んだ、なんであいつは生きている。あの男に制裁を、あの男に制裁を。彼の握りしめるナイフには血が滴り落ちている。ああ明日の10時になればまた、いくらやってもいくらやっても消えない、この憎い憎い憎い、あの男、あの男を殺したい。でも殺したらあの男は救われてしまう。うん、成功しちゃった。1減らしとこう。1減らしましょう。はあ。あの男は全ての元凶だ。なぜだかわかんない。でも憎いんだ。あいつが全ての元凶だってわかってる。でもなんでそうなったか、なんでそうなったかわからない。あいつが憎い。あいつが憎い。あいつが憎い。
他なんか見れるところとかはなんかないですね。ないか。あ、一応張り紙だけ持って帰って、はい、なんか、うん、店もないんだもんな、この感じじゃね。ないです。入りますね、これは。あなたはとぼとぼと、いろいろな疑問を抱きながら、夏場の元へと帰っていく。ここには相変わらず夏場がいるだろう。うん。ああ、悪い。何も買えんかったわ。どうしてやろうなっていうの。なんで聞かない、なんでお前は聞かないんだ、何も。あの光景を見て。ああ、まあ。聞く。ミクは世界の人口って何人いるか知ってるか？え、70億とか？70億。多分。ああ。今の人口がどれくらいか知ってるか？知らんな。20億だよ。ん？なんか戦争とかあったのか。戦争か。戦争、いや戦争はないよ。ずっと平和な、平和とは言い難いかもしれないけど、でも平和な世界だった。50億人がどこに行ったと思う？死んだ。全員死んだ。50億人は。俺の手によって。俺が殺したんだ。50億人。俺の手で殺した。対価って言ったよな、さっき。物事には何かを得るためには何かを失う必要がある。お前が買い物に行きたいって1万円を手に取ったように、その物を買うには1万円という対価が必要だ。さあ、例えば一人の人間を生き返らせるにはどれぐらいの対価が必要だと思う？一人。俺もそう思ってたな。自分の命だけでその対価は賄われると。神っていうのはいるんだな。でもみんなが偶像を持って崇拝するような優しい神なんては存在しない。お前を生き返らせる対価は50億人の命、そして俺がお前のプリオン病を受け継ぐこと、そして全ての人間の50億人の悪意を俺が受け負うことだ。彼はそう言って、その赤い厚着したニットを脱ぐ。そうすると全身には様々な傷があった。打撲やら、やけどやら、切り傷やら。これは海の生産。毎日朝10時に俺は町に行ってみんなの悪意を受け止める。決して死ねず死なないような暴力を俺は受け止める。それでも賄えないんだ。
もういいんだよこんなのは。さっきも言った通り俺は後悔していない、お前が生き返ったことに。俺一人生き返らせるために50億人か、うん、簡単な決断ではなかった。でも簡単な決断でさ、数が壮大すぎてな、怒るとかなんとかっていう話じゃねえ。まあそんなんだ、まあ、それも今日で終わりだよ。俺はプリウム病、お前と同じ病気、おそらく今日で死ぬ。自分の体のことはよく分かってる。ごめんな、お前に残してやれるのが、あんな世界で。まあまあ、まったくだよ。スイパラも日曜、ケーキも食えねえわ、飯も食えねえわ。ああ、まあ。はあ。じゃあ、あれだ。お前がじゃあ、その病気で死んだってこと、まあ、まあ、なんだ、今日ぐらいまでだろ、多分、トゲが。ああ。じゃあ、生き返らせるわ。後で。ね。やめてくれ。それは、やめてくれ。それこそ俺が死んだ後別に喋れるでも何でもねえのに、まあまあなんだ、そのてめえの都合で一回らせられて今こうなってます、俺あと今日で死にますっていうのはな、あそれだったらもうその残りの20億、まあ19億となんかいっぱいあるんだろうけど、それとらまとめて死んでもらって二人で生きればいいんじゃね？そんな簡単な問題じゃないんだよ。もしかしたら俺とあいつとの取引は最善の取引だったのかもしれない。最小限の対価だったかもしれないんだ、これが。ダメだな、なんか考えててもなんともわかんねえわ。一回社長本人は死ぬだ、世界はああだ、じゃあそもそもだ、俺がいなければよかったんじゃないのか。あ、そもそも何したらお前がそういう考えを持つこともなかったし、50億人を別に消し飛ばずに済んだし、お前がいたから俺は生きてるんだよ。日記を見たんだろ。見た。俺はあの時お前に救われなかったら死んでいた。絶対にそうだ。お前がいたから、お前が手を差し伸べてくれたから今ここにいる。はあ、それは俺が生きてたからそこにいたからだったろうが、まあ俺がいなかったらいなかったで俺の代わりになるやつはいるんじゃないの、いくらでも。いない、いるはずがない。いてたまるか。じゃあどうすりゃいいんだ、俺はわかんないぞマジで。それ今日お前が死にますってなって、じゃあぽっくりマジで行って、で町はああです、多分立て直しに相当かかるぞ。多分俺が生きてる間とか無理だろうな。
あの感じじゃ。お前は今になっても自分以外のことを考えるんだ。だろうな。いや、まあ自分以外のことを考えてつもりは俺はないけど。なるほどな。夏場はおそらくあなたを絶対に行かせはしないと思います。はあ。もしあなたは何か行動を起こしたいならば、その障壁を取り除かなければいけません。障壁、はあ。夏場は絶対今このままこの状態であなたと過ごすことを望んでいる。要はあれですか、多分その場からもう動かない、死ぬまで動かん感じかな多分マジで。そうですね。あとあなたが例えば他のところに行こうとすればもう死に物狂いで止めるというか、はい。あ、ああ、でもここで立ち話もなんだしさ、一旦戻らねえ。そうだな、もういいじゃないか。忘れて記憶もねえのにまたさらに忘れろってか、とんだギャグだな。腹減ってからそうやっていろいろこう急いだ考えになってるのかなって思って、あそこの家にあるなんかあり合わせのものとか、はい、そういうのになんか作って、あ腹減っぱなって寝て、ではまた明日になって考えてでしようかなって裏思ったんだが。そうか、まあじゃあお前の言葉に甘えてなんか作ってくれんだよな。ああ、水はまあ、あれ、あるもんな。一応組んでくれば。ああ、あるよ。帰るかな、これ。うん、帰る。一旦帰るか。一旦家に帰ります。はい。トボトボとついてくるでしょう。うん、まあ、水は汲んできたってことにしよう。なんかこの間やりましたよね、塩だなんだって。ありましたね。なんか小麦粉とかないのかな。あんのかな。なんか 塩ですか。塩とか以外に小麦粉とか、あ、まあまああってもいいですよ。あっても OK。 はい、通ってないか、ガス通ってない、なんかコンロ、まああってもいいでしょう。あ、いいですよ、全然あってもいいでしょう。やった。多分よし、もうこの流れで砂糖も多分あるから砂糖もあってもいいでしょう。よし。じゃあまあ砂糖と小麦粉と、まあとりあえず水だ、水溶いて、でまあそうフライパンも多分あるから、はい、それで適当に焼いて、なんか味気ないなんかホットケーキもどきみたいなのを出してくれるかな、はい、多分。いいですね。じゃあそれをパクリと口に運び、彼は小さくうまいとつぶやく。まあ一応あり合わせだけど、なんかできるかなと思ったら、いや、めちゃくちゃうまい。あ、そうだ、これ木の実、あれ取ってきたやつ
あれしたら持ってもいいんじゃね？持ってくるわ。そうだな、確かに。頼めるか。うん。でも持ってこれますよ。はい、持ってきました。まあ一旦なんだ、まあ、時間があるんだかないんだがあれだけど、一旦食ってからはまた考えるでもいいんじゃねえな。俺の考えは変わんないよ。ああ、お前が死ぬことは許さない。でも俺としても朝10時になんかわざわざ行って殴らに行くってのは俺は嫌だけど。まあいいんだよ、それだけのことをした。いや、それで罪が清算できるとも到底思えないし。選択肢を与えましょう。あ、はい。あなたはこのまま夏場とこの一日を過ごして終わるか、はい、それとも何か行動を起こすか、どちらかです。一日を過ごすでこいつを見届けるか。あ、これあれだよな、元想像ってこれを覚えてるってことだもんね、多分。あの、はい、なんだろう、覚えてますよ。覚えてるんだ。はあ。そうだな、なんだろう、なんか他なんかねえか、探しねえかな、なんか。なんか調味料とか探すふりして地下にある睡眠薬取ってこれないかな。いいですよ、全然取ってこれるとしましょう。あ、なんか特に技能判定とかなしで、全然なしでいいです。うん、なしで OK。 でこう多分次のやつ焼くためになんか混ぜるかな、睡眠薬を食わすかな。はい、食べさせますか。食べさせますね。じゃあ作ってきたあなたの、まあ、ホットケーキを彼は口に運ぼうとする。一瞬その手が止まるが、彼はそのまま口へと運んだ。うまいよ。うん、なあミク。ああ、ミクは俺を今でも親友だって言ってくれるか。まあ親友じゃなかったらこんなことはしないだろうしな。と言って彼はその場で悲しい笑みを浮かべながら倒れる。門の想像に行くか。そもそもこれ自体を多分なかったことにしたいとは思ってるんで。
そのなんだろう、そもそも俺いなきゃよくねみたいな、はいはい、あれとかも、そう、まあ、多分自分がどうなんだろう、もっと想像ってのがどうなのかわかんねえからな。ただこいつ、そもそも自分がいないか出会わなかったかどっちかなんだろうな、多分。あの、どうしますか、どっちなんだこいつの場合は。いや、多分いなくなっちゃうかな。自分がそもそもいない世界に行くってなっちゃうのかな。もの想像ね、どこでやるんだろう、これ。世界がこうなる前の世界に。じゃああれか、もうの想像を使うって感じで言えばいいですか、これは。場所をしてください。場所を指定してください。場所が場所と行動ですね。場所と行動、はい、最初はあの寝てたところかな。はい、神木の方へ向かうということですね。神木、はい、はい、あとは神木の方へと向かうだろう。神木を見ればあなたの、まあ、寝ていた跡がある。で、神木の表面をよく見ればこのようなサインが書かれているのが、彫られているのがわかる。で、じゃあ神木どこ行って、はい、まあなんだろう、まあ、もも想像を使うかな。そう、アイデアをどうぞ。アイデア、はい。あれ失敗した。なんで。であればですね、その場でもの想像を使っても何も反応しません。反応しない。はあ、マジか。ああ、どうするか。どうしよう。え、マジでどうしよう。マジでどうしよう。いや、もの想像を使って、もう、グッバイってするだけだったんだけど。この木に彫られたものをエルダーサインと呼びます。はい。エルダーサインというのは、まあ、今回のシナリオだと、外なる神ヨグソースの干渉を防ぐための保護結界のようなものです。はいはい。今その神木には結界が張られてると思ってください。結界が張られてる、張られてるからなんだろう。張られてるからどういうことだ。わかんないな。いや、俺頭悪いからようになっちゃう。マジで。結界が張られる説理があるので、ちょっと情報をね逃してる部分があるんで伝えるんですが、はいはい、このサインを削れば、うん、結界は崩壊します。崩壊する、はい。はー、あー、そういうこと？
ああ、はい。じゃあ、それ、なんだ、印をこう、ばばって削って、はい。もう一回やれるかな、もう一回、門のはい。想像。あなたがその巨木に彫られたエルダーサインを削り取る。そして門の想像を唱える。巨木がドクリと胎動したように思えた。そして妙な感覚。重圧のようなものが全身にのしかかる。その木から溢れんばかりのエネルギーを感じる。森のざわめきはより一層増大し、それは悲鳴を彷彿とさせる。木々が再度胎動した。まるで巨木が口を開くようにその実を咲かせる。そして暗黒があなたを包み込んだ。暗闇の中に耐え立っている。しばらくすれば視界はホワイトアウトし、すぐに晴れる。その場所はまるで夜空の中のような場所。360度黒の闇に覆われ、点在して発光するものが膨大にある。例えならば、宇宙に放り出されたような感覚。床のない地面に立っていることを除けば、ただただ綺麗だと感じる。遠方には卵のような形をした白いうねりが輝いている。中心はトンネルのような闇の道が伸び、よく目を凝らすと、その中から何かが近づいて生きていると気がつく。そのものは一定の速さで歩み、やっとその姿が見えるかなと感じた距離で止まった。唐突にあなたの前に現れる異形の存在。藍色の胴体は奇妙に流動し、中心には紅色の巨大な目玉が動いている。体から無数に伸びる触手も色とりどりに輝き、先にはいくつかの目がついている。あなたの背丈の数十倍はあるであろう巨体。まるでビルと対峙しているような感覚。化け物は言った。我が名は呼ぶぞ通す。一にして善。善にして一なるもの。かつてあり、今もあり、創造される全てが同時にある。己の意志で近づく人間はお前で二人目だ。さあ答えよ。何を望む？対価と共にお前の望みを叶えよ。我は一にして善。善にして一なるもの。恐怖が全身を走り抜ける。しかしあなたは覚悟してこの場所に来たはずだ。この狂気に飲まれる覚悟を持ってきたはずだ。あなたの強い覚悟が化け物の狂気を抑え込む。あなたはどのような願いを叶えますか？じゃあ、俺がいない世界、なんて言ったらいいんだろうな。難しいな。なんだっけ、ヨーグルト、ヨーグソトースだったっけ？あんた。確かああ、そうだよな。そうだ。まあ、なんだ。俺がいない世界にしてくれみたいなのをお願いしに来たんだよな。お前のいない世界。そう。かつてのあい人つや間確はお前を生き返らせる世界を望んだ。それに相反する世界だ。あいつからいろいろとその話は聞いたし、多分あんたもそのなんかごちゃごちゃ言ってたけど、多分知ってんだろうけど、あいつはその、あたかが俺一人のために56の命をどうしまって、だから毎朝10時、律儀に殴られに行ってるし、まあ、なんだ、優しいんだかなんだか。だからよ、そもそもそう思わせる俺がいなきゃよくねって思って。だもから、し、俺がいなきゃよくねって。人間俺はがいな面きゃ、白いな。かつての人間はお前を望み、お前はその逆を望む。もちろん叶えることはできる。面白いな、人間は。では対価を発表しよう。対価はかつての人間より少ない犠牲。出したらお前の望みを全て叶えよう。
少ない異性システムを発表します。今からあなたは 1D10 を振ります、はいはい、これは現在の世界の人口の何割を想定するかダイス。例えば50億以下になればあなたの望みはまず叶う、はい、プラスあなたは1D100 を振ってもらいます。これは産地のダイスです。 1D10 を先に振るんだ。はいはい、 1D10、 これは素晴らしい。あ、なので以下なので問題なく叶えます、はい、叶えます。はい、 1D100 を振ります。これあなたの精神の強さを測るダイス。おなるほど、14なんだすごいね。なるほどなるほど、面白い。やはり人間は面白い。我は神、邪神ヨグソトース、一度言ったことは曲げない。お前の求めた未来を与えよう。さてもう一度聞こう、お前の望みを、はい、俺がいない世界にする。あんな風にならんようにしてもらえればいい。あとそうだ、あいつに万札ね借りてて返しといて、適当に。じゃあよろしく最後まで人間は面白い。対価は命、叶えようお前の望み。我は一にして善、善にして一なる者。オグスロート、アイフ、デブリー、オグソトス、ナガング、アイ、ゼロ。あなたの視界は安定する。そしてこれはどういうエンドになるんですかね。ああ、多分こいつはその嵐に対して最後ちょっともうちょっと友達作っとけよみたいなことを考えながら、はい、あなたの意識は無散していく。あれ、なんで俺ここで寝てんだろう。てかここって、なんか昔いたような気がすんな。あーやべやべ、バイトの時間だ、バイト行かなきゃ。でもここはあれだよ、あそこだよな、間に合うかな。それにしてもあれ、なんで泣いてんだ俺。あ、なんでだろう。一陣の風が吹く、その風は夏場嵐を包み、熱の暑さに交えてあなたの言葉はもしかしたらよぎるかもしれない。友達作るかなんでいきなりこんなこと。まあいいやと言って彼は厚着のニットをまくり上げ、その場から去っていく。お疲れ様です、夏に殺されて。はい定感ではないですね、ロストです。あ、ロスト、まあ別にこのキャラロストしてよかったからな、私は何の思い入れもないじゃないか。あの思い入れがないっていうか、なんて言ったらいいんだろう。実はあのこのキャラ下の名前全く同じやつのがいて、そうなんだ。でもロストしてるんですよ。おお、そう、そっちは名前の読みがサネヒサなんだけど、はいはいはい、その人はまあまあちょっとあってロストしてしまったので。なるほど、ね、ああそう、なんか名前決めるときに東西南北はもう使い切ったから次上下左右行こうと思って。なるほど。そうでしたら、でもあーまあでもな、ダイがいるよなって、じゃあショーにしようって思って小川にしたなるほどね。そう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 、だし、ま、髪の毛黒と目がオレンジなのそいつと一緒だからな。はあ、はあ、はあ、なるほど。別世界線のそいつかもしれない、わかんないけどあ、このお話はまあ最後のエンドはもう自由に決めていいエンドなんですね。どういうあれでも
いい、あ、一緒に過ごすでも良いし、そうですね、そう、まあでもな、こいつの場合はなんか俺一人に50億もう数が壮大すぎて怒るも何もねえやってなっちゃってしかもなんか言ってたじゃないですか、嵐君がこうなんか友達がこう小川しかおらんみたいな、はい、言っとって、はあほんみたいな、なんかああみたいな、こう、まあ、背景としてはあなたがプリオン病という病に陥って死んでるんですね、はいはい、まあ、それを彼はどうにかして、まあ、助けてあげたいという思いでこの場所に来たと、うんうん、ただ先ほどの家みたいなのがあるんですが、そこに、うん、まあ、資料があって、まあ、それができるんじゃないかなと、はい、で彼はですね、うん、ヨグソトースに、まあ、生き残ることを命じるんですね。ほう、でその代わりにヨグソトースは対価と、まあ、その生き返らせる方法を教えてくれます、うんうん、まあ、方法は復活の呪文っていう呪文なんですが、はい、それはですね、その死体を一度塩と化合物に変えてそれから生き返らせるというような方法なんですよ、うん、あ、なので彼は大量の塩とかマウスとかで少なからずちょっと実験をしていたっていう感じです。へえ、なるほどな。対価の代わりに先ほど言ったあなたの罪を受け負うという感じですね。ああ、病気を受け負い、50億の悪意を受け負うと。うんうん、なるほどね。なんかこう、ああ、そのなんて言ったらいいんだろう、まあそんなことを考えちゃうぐらいだから、まあ優しいってか向こう水通過みたいなことをちょっとぐりぐり考えながら、あーでもなー、なんかなー、今回小川さんがね、特殊だったのはね、はい、全く質問をしないとこですね。質問？例えばその謎場が時々帰ってくるじゃないですか。はいはいはい。その時に聞こうと思えば聞けるわけですよ。あー、うん、何を？いろんな今まで得たこととか使用のことも聞けるし、はいはい、まあ、例えばなんだ、本のついても聞けるし、まあ、いろんなことをね聞けるわけですよ。あ、プリオン病についても、まあ、まあ一応ね聞けない。あー、そう、なんかね、なんだろう、聞かない、聞かない。あーあー、だってね、多分そう、あんま興味がないんだろうな多分こいつに関して言えば、そんな根掘り葉掘り聞くのもなんかうざくねっていうのは多分あると思うから、この人の中には。そう、キャラによる。あれ、いやでもな、自分が消えるじゃなくて嵐にもっと友達ができる世界線とか考えてよかったのかなしたらなんか一人しかいない友達が死んじゃって生き返らせなきゃなんてことにわざわざならなかったろうなという。まあでも分かんないから、まあ自分が消えちゃおう、まあそっちの方がなんか早くねっていうのはこいつの中ではあったろうし、別に刹那的に生きてたから別が自分が死ぬなら全然怖くないからじゃなきゃヤンキーなんてやってません暴走族なんてやってない。なんよなこれみんな結構最後のダイス振るんだよね。前のシナリオも、まあ、前のシナリオは、まあ、最後の方は変わってないんですよ、はい、正直、はいはいはい、システムとか全部あれは変わってないんですけど、はい、みんな振るんだよね振る？そう、ダイス？そう、ダイス振って、はい、願いを叶えるっていう方法に進むんだよね、みんな。ああ、そうなんだ。そう、叶えないっていう方にもあるんですけど。おお、叶えない、叶えない、どういうこと？あ、そのさっき言ってた 1D10 だの 1D100 なんてことですか？うんと、まあ夏場と過ごすっていう選択をしないっていうことですあー、なるほどね。はい、まあちょっと前回と違うのは、前回は夏場と死ぬ未来ではなかったので、はいはい、死なずにその荒れ果てた世界で一生生きていくっていう
未来をみんな取らない。ああ。生き返っただけで不死じゃねえしな。しかももっと言えば死ぬだもんな、生き返らせた本人が。過ごして生き返らせるもまあありではあった。ただまあ、うん、あのダイスを見るに覚悟あるからな。ちょっとそうだね、すごかったね、14とファンか。最後めっちゃダイスいいじゃん、最初めっちゃ悪いのに。最初クソだったんだけどな。クソだったね。あ、しかもなんだかんだちょっと万札パクったまんまだろって思って返しといて。そうだね、万札。なんか多く聞かないっていうのも正直こいつのキャラではあるから。そうだね、なんかそう、しょっぱな町から帰ってきて何も買えんかった、店やってなかったっていうっていうのを言うからな。うん、ひどいやつだよ。悪意を受け止めようとしてるやつに対して何も聞かん。これはね、今週の夜なんだろう、ロールプレイをやるシナリオかなって思ってました。だからキャラシも作んないし、ほぼ作んなくていいし、うんうん、記憶喪失なんて。あ、そうなんですよ、確かに。だから最初の人は楽かなっていうシナリオで作ったって感じだ。そうですね、なんかやっぱり TRPG やるってなってキャラシ作るところでちょっと足踏みじゃないけど。そうなんだよな。そう、なんかいろいろとこういう制約があってとかあるから。全く新作ないよな、正直。新作です、これ、本当。全然違うもん、はい、前のと。6時間で書いたやつ。おお。6時間もかかったか、そう思えば。すごいな。話ね。っていうのが夏に交際ででした。